親指太郎。日本の昔話。昔あるところに、おじいさんとおばあさんが仲良く暮らしていました。でも子供がいなかったので、お寺の観音様にお願いに行きました。どうぞ、私たちに子供を授けてください。すると、小さな小さな子供が現れました。 親指くらいの大きさだったので、二人は、親指太郎と名付けて、大層可愛がりました。ところが、この親指太郎は、いたずらが大好き。ある時、おばあさんが、ぼたもちを作っていると、あんこうの入った鍋に転がり落ちました。太郎や太郎、どこへ行った おばあさんが驚いているとキャッキャーと笑いながら、あんこの中から顔を出した。親指太郎。あんこの海をペロペロ舐めています。また、稲刈りに行った日のことです。藁の中でいなくなった親指太郎、おじいさんとおばあさんは必死になって探しました。ここにいるよ。 わらの先っぽで、ブーラブラ、二人の心配をよそに遊んでいます。その稲刈りの帰り道、親指太郎は、馬の耳元に座って、ハイドハイドと、馬に声をかけていました。太郎のせいで、馬は耳がかゆくてたまりません。首をブルン たしにたろはポーンととばされてちかくのかわにまっさかさま「ぽっちゃん」ちょうどそこにおおきなさかながおよいできておやゆびたろをパクンとのみこんでしまったのですそのかわしもではとのさまがおともをつれてつりをたのしんでいました。 おおきなさかながかかったぞとのさまは大喜びおおよろこびおしろにもどってけらいがさかなにほうょうをいれるとなかからおやゆびたろうがでってきましたなんとこれはめずらしいことよとのさまはおやゆびたろうのためにちいさなごてんをつくってかわいがりましたでも太郎は 家に帰りたくてたまりません。何を知ってあげても泣くばっかりです。そんなに家が恋しいのか。かわいそうに思った殿様は、親指太郎が持てるだけの土産を持たせて家に帰すことにしました。家に戻った親指太郎は、おじいさんとおばあさんと抱き合って、 喜びました。そしてもうつまらない,いたずらをせずに三人で幸せに暮らしました。